夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。3番のプレイヤーは発言してください。はい。占師は初週でようが2週目でようがどっちでもいいです。別に。あの2週目出た場合に、まあ、例えば通しようとかあった場合は、あのその後から出た占い師に対占い師精査できなくなっちゃうんで、あの情報を多く落としたいって普通はまあ考える、そっちの方がムラリあると思うので、まあ、僕は出てほしいですけど、まあ出ないやつは出ないので、まあなんとも言えないですよね。はい。なので、まあ好きにしたらいいと思います。で、あとはそうだなぁ。あとはなんか、まあ理由つけて2周目釣り茶あげれたらなって思うくらいですかね。はい。4番のプレイヤーは発言してください。はい、レノでした。レノです。この村のレノでした。自分は太鼓出てきてほしい人なんで、その上で太鼓出た場合は占い師から行きませんか。太鼓がローだと思ったらまあそれは指摘するけど、で一角したら一角下で乱して入れるんで飲んでもらえませんかね、村の方は。そうだな、占い審議つけていいと思うかどうか言ってほしいなと思ってます。1日目でね、占い審議つけていいかどうか教えてください、村の方は。はい。まさまさんは2週目のスケール聞いて判断します。5番のプレイヤーは発言してください。いや、私は嫌ですよ。もう遊びでやってるんじゃないんだから、ヤンバーさん。そんなね、お遊びに付き合ってらんないですね。私はちなみに嫌です。ヤンバーさんの印象はですね、まあ僕のフィーリングレーダーには全然ピンピン来なかったんですけど、あ、白目っていう意味ね、あのいい感じだったんですけど、そのどっちでもいいことをテーマアップするっていう、そこだけがよくわかんないですね。多分どうでもいいことはテーマアップされにくいのにそんな話するんだっていうのが、まあ3番に抱いた感想ですかね。まあ、4番さんね、まあ、提案するなら、それそのメリットを説明するべきだと思うけど。6番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。性能は決めればいいと思います。はい、ということで。占い師は、3番については、でもいいと言ってますけど、精査ができるのかなと思ってます。はい。5番はどうなんでしょう。4番、テーマアップがちょっとよくわかんないですけど、4番に、最高が出てくることを懸念して、4番は、マックス教授、ローはないってこと。はい。まあ、例決め打てればいいと思います。はい。占いに関して、言えば、どう言えばいいですか。
質問があったんですけど、まあ期待以上に人狼プレイヤーは精査ができません。圧倒の芯すら見抜けない、そんな試合になると思います。7番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師で5番白でした。そうですね、まあ、3番さんは2周目の位置だと思うんですけど、6番さんの捉え方とは全然私は3番さんに関しては違って、なんか精査する気は結構感じられたんですよね。占い師が初週出てこようが2周目出てこようが、それは出ない人もいるから別に俺が強制するべきことじゃないみたいな、ただ出たら精査しますみたいな感じのことは言ってたはずなんだよね。出ようが出なかろうが OK だけど、まあ、出たら新規つけたい人なのかなっていうのを感じ取れたなと思ってて、別にそれで知る要素とか来る要素とかは拾ってないんだけど、そういう意欲は感じられましたっていうことですね。で、4番さん、まあ、6番さんとまた違うんだけど、延長しちゃダメだったっけ。4番さん、対抗出ること言ってたけど、占いから釣れませんかって言ってたんですよね。もし占い2章で、例の2章だったら。ダメ？あ、ごめん。8番のプレイヤーは発言してください。はい。現状11ですが、5番さんが今白をもらってる状況で、そうですね、グレーは3番さんと6番さんですが、まあ 2周目ですかね。6番さんもまあちょっとまだ全然わかんないです。まあ4番さんは対抗出てきてほしい人ってのはわかるんですけど、対抗が出た場合に占いから行きたいってことは、占いが2使用以上の盤面ですよね。対抗陣外を放っておいて占いの芯つっちゃったらどうするんだろうってちょっと思いましたが、よっぽど自信があるって感じなんですかね、その芯当てに。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ占いが相当なんか決め打ちやすいっていうか、どっちかがめっちゃ新目ないなってなったら別に俺は決め打ってもいいんじゃないかなって思いますね。その偽っぽいやつを釣って、まあ霊能結果見て、その偽っぽいやつに黒出してるやつがまあなんか新っぽいなとかなったりするし、わかんないけど、まあどっちでもいいわ。霊能釣ってもいいし、霊能釣り切ってじっくり考えてもいいんじゃないって思います。まあ、グレーに関しては俺は5番さんが良かったなって思います。4番さんにはメリットを話せばっていうし、まあ、3番に関してはまあこれ言ってもどうせ占いは聞いてくれないけどっていうなら言う必要なくないっていうツッコミが良かった。5番は。1番のプレイヤーは発言してください。はい、チョプリにチョプリ、チョプリです。チョプリことチョプリです。はい、です。よろしくお願いします。まあ現在11番、ね、まあ4番さん例の把握で、7番さんが5番さんにしろで、まあ11番面なんですが、まあ平野村になるのかな。まあ2番さんがだった、ちゃうわ、まだ2番の発言があるのか。2番が出るか、じゃあ。2番が多分占い師をしてくる。多分3番始まるでしょ、これ。2番が占い師を出てくるか。まあ、盤面決まってからですかね。はい。はい。じゃあ、それでは、占い師をされる2番さん、お願いします。2番のプレイヤーは発言してください。はい、どうも、占い師ではないです。ので、平和村、おは潜伏がいるかって感じですかね。現状、まあね、潜伏がいそうかいないか分かんないですけど、まあ普通に単体で考えたら6と8の言ってることが分からんかなってぐらいで、1番は意見が薄いかなって思ったぐらいですかね。まあ、6番さんは、3番に対する指摘が俺は分からなかったから、そこに突っ込んでる7が仮に陣外でも6が落ち度を作ったなぐらいにしか思ってなくて、8番さんはちょっと意見なさすぎっすねって感じっす。
あんまオカインっぽくないんだけどね、8番さんって。なんか、どうすんだろうっつって。俺が8の1だったら6番絶対殴るんで、オカインっぽくないけど意見がないなって感じで。で、9番さんが5評価したとことかは良かったかなって思いましたぐらいです。もう姿勢でしか評価できないです、今。以上。2周目頑張ります。3番のプレイヤーは発言してください。あ、はい。いいですか？はい。で、で、どうだろうね。8番で落ちるんじゃない？なんか2番、あ、やっぱ2番かな。8番が狼っぽくないがよくわかんないから。占い師は、2周目聞かないとわかんないっす。はい。6の方がね、印象悪いっすね。なんか3番大丈夫な、なんか、大丈夫なのってケアしといて、自分が出ない意味がわかんないっす。そんななんか心配、ちょっとなんか6番の方がちょっとやや偽っぽいよね。その点を取ると。はい。で、8番は特に色落とさなかったんで、どうだ。まあ、情報としてないだけであって、色落ちなしだから、2番が狼っぽくないって言ってるから、まあ一番2番が狼らしいかなって思いました。4番のプレイヤーは発言してください。1番さんって役あるありますか？そうか。最高ないですね。あ、なるほど。じゃあ一番何？球が芯に見えてるな。5番さんだけもらう気できるけど、現状ね。どうしようかな。3、1ランしようかなと思ってたけど。クロスするか。じゃあ、9番さんが俺越えの、1番さんが占い師、死んだと思う方。で、どうでしょうか。9番さんね、共鳴までしかないような気がするんだけど。9番偽の時ね。9番さん現状評価です。1番さんは両面あって、どちらかというと黒なのかなと思いました。ただまあ役が、外した3番さんかわかんないな。ぐらいかに要素は足りてないけど。2番さんが老っぽいかって言われたら、号泣の次に白いかなと思ったぐらい。はい、3。5番のプレイヤーは発言してください。いや、4番さん占い釣りたがってたのに、ひよった。あ、ひよったで、ひよってねえか。クロスにして占い行こうって言ったのか。1番釣っちゃっていいかもね。いいと思ったけどね、俺は。だって9番出てんのに対抗出ないなんてさ、自覚なくない？で、4番にありますかって言われて、ありますって、そもそもありますっていう役職ないから、もう心証悪いんだよね、まずね。じゃあまあ、9番が4番超え、1番が残った占い超えって4番さんが言ってしまったので、まあ、大層なご身分でもない5番が何を言ってもあまり良くないと思うから、まあ、従いますよ。そしたら6と7の発言聞けばいいのね。まあ分からんね。分からんね。まあ最初の皮肉っぽい感じは6番占い感情に聞こえたけど、まあちょっと聞きます。6番のプレイヤーは発言してください。られないで。ああ、今日9番1番。9番からで。なんで出てくんの？ 1 番目でまず。3、1でもないのに。
1番も出方が悪いけど9-1。4は無視して。7は各人外だけど、あなたたちは生産ができないんだから6番するよ。俺が出る白毛からだったら謝罪しろ全員。今日は9-1全員で行け9-1。俺は9行く。うん。それだけ。2-2番目で占いから行くやつって本当にやばいだろ。生産もできないくせに。3番見た通りだろ。2番は論外だよ。ほら、俺合ってるだろ ?3 番なんか精査できないんだから。うん。4番はマックス強人。この言葉で6番は4勝持ってる占い師な。今日9番ずり、排除。7番のプレイヤーは発言してください。6番が強人なのか人狼なのかっていうのは今日、なんか急釣りって言ってるから。あんまり勝ち筋がわかんないんだよね。強人っぽいなと思うから。だけど強人で急釣りって言ったとしたらさ、人狼のご主人様釣っちゃう可能性あるじゃん。強人じゃないのかなと思うけど、言ってることが強人っぽいんだよね。まあわかんないわ。今日6万から言ってください。で、グレーだったら、どうだろうね。8万さんは結構色落ちしなかったなと思ってて、あんまりね。なんか、言いたことがまとまってなかったイメージっていうか印象だったんだよね。1番と9番の精査は、どっちが真なのかっていうのはわかんない。1番さんってあんまり何も考えてなさそうで、結構俯瞰っていうのはあんまり好きじゃないけど、発言結構薄かった気がする。だから色落とさなくても自分で証明できる人なのかなと思ったけど、9番さんも出てきてるわけだから、そこまで9番さんの黒要素っていうのは拾えてないから、黒要素っていうわけじゃないけど、1番の方が発言伸びてないし、その1であんまり何も考えてなさそうだなと思ったのは1番の方だったなとは思ってるけど、もう一回聞こうかなと思ってるけど、今日6番つってほしい。6番の色を4番に見てほしいかなと思ってる。3番さんはそんなに黒く見えてない。8番さん色落ちしてないから、8番さんの意見をちょっと。8番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。今日は占い行きますよ。だって、この村で客観的に確定役って4番さんで、4番さんはクロス越え指示を出してるんで、6番さんが真かどうか分かんないのに従えないですね。でも6番さんはその、4番さんが真と見ている9番さん釣りってのが、なんかよく分かんないですね。理由はなんか村が判断できないんだからとかなんとか言ってましたけど、1番さんの出方も相当なもんじゃないですか。で、2番さん、3番さん、6番さんって叩いてるんで、結構平等を買う発言してるんで、まあ、これが新占いの新感情と見るか、まあ、場を乱そうとしてる人外かってとこですかね。うん。7番さんはなんかその、6番さんが、仮占い、占い釣りの流れを、カリの9番さん行ってくれって言ったのに、なんかあんまり一角役職が言ってるのに何言ってんのとか、そういう発言の反論がなく、6行ってくださいだけで、ちょっと発言が弱い感じしたんで、7番さんにちょっと偽っぽいかなとは思いましたね。まあ、6番さん、人外の割にちょっとかなり票を集めそうな発言しちゃってるんで、まあ、そういう判断になるんですけど、ただ、進行としてはやっぱ占い釣りですね。まあ自分は村なんですけど、客観的には4番さんが確定役職ですから、まあそれに逆らうっていうのは良くないんじゃないかなと思ってますよ。9番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。まあ、ぶっちゃけなんか、不平等精査になっちゃうんだけど、7番が偽かなって思っちゃうよね、なんか。6番の、まあ、6番が精査素晴らしいってわけじゃないんだけど、7番がなんかクソ偽っぽいんだよね。
なんか6番強、発言強人っぽいけど、なんか9番釣りに行ってんのがご主人様だったらどうとかなんか言ってるけど、よく分かんなかったし、7番が6番の発言が強人っぽいって思うんだったら、カリドに狼がいるんだったから、カリドに狼がいるって視点になるんだから、もうちょっとカリド精査頑張ったらって思うよね、7番さん。うん、カリド釣るって流れになるんだったら、もうちょっと91精査深めるべきなんじゃないって思いましたね、7番さん。1番さんっていうのは、4番さんに釣り位置指定されてから出てるんですよ。俺は普通に最初から出てんだけど、1番さんは4番さんに1番さんなんか役持ってますっていうふうに言われて、釣り位置に入った瞬間釣り逃れとして出てるんで、もうちょっと精査深めたらって思いました。まあ6番さんに関してはなんか俺が狩人出たことに対して利がないっていうふうにおっしゃってるんで、まあ6番が腹立って俺になんかヘイト向けてんのは、ああこの人はそういう視点なんだろうなぐらいでしかなかったんですけど、なんか7番さんの7番さんの2周目の精査がちょっと臭いなって思いました。何もなんか得られてないというか、はい、なんかちょっと不平等入ってるかもしんないですけど、7番行きたいな、7番行って4番に色見てほしいなって思います。僕は1番のプレイヤーは発言してください。なるほどね。まあ、9番は強靭かなと思ってるけどね。うん。6番、7番は6番さんの方が真かな。7番が偽っていうよりか、6番の方が、なんか、まあなんか、発言が強かったんでね、6番さんが。まあ、7番に偽良さないですけど、まあ若干6番の方が真じゃないかな。まあ今日3番さん落としていいんじゃないですか。3番さんなんかあんまり伸びてなかったし、まあ、3番明日に連れていけないんで、まあ今日3番つって、で、9番が、6超え。で、俺が4超え。って思ってるかな。多分なんですけど、7番、6番さんが抜かれた時って一番辛いと思うんですよね、多分。あ、でも紙はさすがに入らんか。占いには。まあ9番が強者だったら紙に来るか、明るい道をね。7番から行くか。9番さんに乗ってあげようかな。ああ、どうしよう。どうしようかな。ああ、7番行こうか。7番行こうか。9番がじゃあ4番超えで、俺が6番超えするわ。うん。9番が4番超え、俺が6番超え。これ7番釣ろうか、じゃあ。うん。多分6番7番進路で6番進やと思ってるんで、まあ、9番が強人で7番狼かな。だから6番の色が大事なんで、まあ俺がだから6番超えするんで、9番は4番超えして、はい、7番釣りね今日。2番のプレイヤーは発言してください。あ、了解です。まあなんかいろいろ思うところはあったんですけど、まあ、そもそも4番が唱えた進行って俺の予想は多分グレー詰めたかったんじゃないかなって思ったんですけどね。多分そうなんですけど、まあ、それを多分言い切ってないのと、まあ、普通にクロスでいいなと思ってるから裏に行くんですけど、7番から詰めます。なんか7が人外でもかわいそうだなと思いますけどね、僕は。わかるんだけどね。あ、91で言うと僕は9のが真だと思ってます。あの不平等精査を9番はしてると思ってますが、その不平等精査は飲めると思ってしまう部分があるから、あの9番の方が視点としては正しいと思うし、1番が新主張するなら5番に俺は視点を向けるべきだったかなと思いますぐらいです。他が6、7で、6番はあの真でも偽でも論外の発言しかしてないんで、僕はほぼもう無視していて、7番の発言で気になるのは3番のことが仮に評価できるのであれば2番はどう思ったのかっていう考察は僕は聞きたかったですね。だからそこが、まあ、7が死んだった時の落ち度だと思うので、まあ、パッション系、まあ、6番俺別にどうでもいいんだけど、マジで。7から釣りますか。まあ、7黒とか出たらでかいしね。そこから行きますか。狩りの心眼は俺1が偽だと思う。強人、人狼が出てて7番が強人だったらどうすんだよ。あと8番で臭いなと思ったのは。だからもう2、1、2番目、占いから行く霊能がマジで役に立たねえよな。それぞれ言い直したじゃないですか。
占いがライグレーノーが本当に役に立たねえよな。7番もちょっと偽臭いっていうのを言いたそうだったけど。そこが8番がフラついてるのが変だと思いました。以上。投票を始めてください。これは強人かもよ。後悔になってるし。後悔になってる、これ。あのさあ、もう疲れてきたわ。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。1級は新居で6人の8人の6、8じゃないかなと思いますね。今の2番さんにアンサーするとあんまり2番さんのこと考えてなかったです。申し訳ないです。そんなに目立った発言もしてなかったし、他の人の方が気になって、気になることを言ったら2番さんの時間がなくなっただけで、まあ、2番さん、そうですね、今の発言で私に来るっていうのもよくわかんないですね。3番さんだけは白いかなと思いましたね。1周目のなんか発言の捉え方も6番さんねじ曲げてたし、なんか3番、あと4番さんがさ、あの、対抗出る発言してるから、なんか強靭なのかなみたいなこと言ってたけど、私はしんどい位置だと思ったんだよね。その理由って、対抗出たら、占いから釣りたいって言ったじゃん。それって、強靭だったら、占いから手をかけたら、ご主人さんも釣ってもらう。する可能性が上がるでしょう。その発言を言うかなって思ってたから、もし対抗、4番さんの対抗出たら、4番さんは人狼か神かどっちかなんじゃないかと思ってたから、6番さんはなんか勝手に強人ですねとか言ってたじゃん。その考え方も違ったから、それを伝えたかったんだよね、一瞬目に。どうなんだろうね。8番さんが一番わかんないかなと思ってて、色がわかんない。まあ、進路進路でやってたらごめんねって感じ。明日6番つってください。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。あっち白か。強人かもね。頭いて、強靭かもね、これ。なんかね、非公開になってたわ、これ。非公開になってたわ、あれ。非公開になってますよ、これ。1、2番面で行ったって、強靭の可能性があるだろうよ。あら、8に関しては関係なかったっていう。強靭の可能性があるのにそれを釣るやつだってもうありえないと思ってるよ、まず。朝が来ました。昨夜死んだのは6番。どういうことよ。7黒これ。8番。7黒なんだ。プレイヤーは発言してください。守りは、表から見たら3番さんが一番怪しいですけど。強靭で出てんのこれ。1番さんの偽が。笑うんだけど、7番かわいそうだろうよ。だから1番さんつって、まあ終わらなければ。3番さんですかね。73老老の一強人なのかなと思うんですけどね。これ結果は出てない。村視点の結果は出てないから分かんない。うん、78のケアはしたけど。5番さん発言では特にそんな人外要素拾えてないし、まあ相方に投票を、人外的にはこれ圧倒的に相方投票が不利なんで、あまりしないと思うんですけどね。クロス越えの、あの流れで相方釣られちゃったらかなり厳しいんで、騎士の真偽もはっきりしちゃうし、まあとりあえず一番さん行けますか。
9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ1番は強靭かな。どこだろうね、ラストウルフは。まあ2番だったら相当強敵だね。まあ2番5番だったらこの村勝てんのかなっては思いますけど、まあ7番だったら楽だね。ただ7番さんが相方に向かってあんな露骨に評価するかって言われたらね。だってさ、3番さんの1周目が良かったとか言うけどさ、3番さんってこの村の中だったら結構黒い方だと思うから、7番がそこ評価してるのどうかなって感じだよね。これを評価集と見るかね。まあ、露骨のライン作って3番を逃がそうとしてんのかっていう。まあ、2番さんだったら怖いね。2番さんの口から7番が人外でもかわいそうだよっていうのは、あんま2番さん狼に見えなかったし、2番さんが狼だったら怖いなーって感じですね。まあ、まあ、どうせ今日1番つったら俺噛まれるよね。まあ、だから、あとは村に託します。多分4番も仕事終わってるから、俺が噛まれるし。村見えたらもうぶっちゃけ仕事終わってないよ。まあ、村の皆さん頑張ってください。今日は1番。あとだってゲーム終わったら黒、終わんないと白だからね。まあ僕は2番5番は白いんじゃないかなって思ってて、まあ発言的には3番黒いけど、まあ78なんかな、わかんないっす。頑張ってください。1番のプレイヤーは発言してください。78や78。78オオカミ。78か75かな。まあ6番の占い師って多分5番一択やったから。いやー、ちょっとしくったっすね。あ、俺村なんやけど、まさか、6番噛み抜くと思わなくて。いやー、俺の予想してたのはね、オオカミ目線、絶対7番が俺オオカミやと思ったんですよね。絶対7番が狼やと思ったんよ。だから7番釣りをしたよね。で、狼がグレーにいた時って1級って新境に見えるんですよね。で、9番の方が新やと思うんですよ。だから9番噛んで俺に縄を使わすと思ったんよ。多分4号へって無理や、4が見無理やから、やっぱ6噛むか。じゃあ1番、俺が4号へしちゃった。でもそれしたら4番が噛まれるからさ、ちょっと難しかったよね、ランテージ。俺村ね、なんで狩人使用したかって言ったら、俺が釣られないため。俺村やからね。こういうやつがあった、こういうやつ出さないために騎士から行けよ、こんなもんよ。7が偽やから、6番死んでしょ。こういうやつがいるだけで縄が無駄になるんだよ。即釣りすればいいんだよ、こういうの。だから騎士から行けっつってんのに。霊能がダメなんだよ。こういう村で騎士語りする人間を制裁、釣りしないといけないんだよ、ゲーム性として。残り2縄使える。騎士からいけねえやつらが一番ダメなんだよ、こういうの容認して。しかも村すらがある村で。だからその信号取ったんやけど、まさか6番抜かれるとはね、終わってもなかったわ。まあ7番の2周目なんか偽りしかないからね、マジで。だから2番というのは多分弾けるかな。どうなんやろ。でも今日の8番の反応が臭かったよね。6番噛まれて何もなく。2番のプレイヤーは発言してください。なるほど、まあ、1番さんは、まあ、実はスムラだったと。そうっすか。いやー、まあ、困ったねとはならないんですけど、まあ、1番さんは、まあ、クロスをスムラだった場合でも失敗させちゃったってことになるんで、まあ、釣られてください。で、まあ、1番7番で二人街が落ちて、で3番釣って、まあ、終わるかなってのが大本命ですかね、普通に考えると。まあ、3番さんに聞くことは、2番が8番のことをやや村っぽいと言ったら、なぜそれが狼に直結するのっていうのはシンプルに思いますし、僕はフィーリングの領域を出ない段階でしかないみたいな感じの言い方は多分したかなと思うんですけど、現状とかね、思うんですけど、それに対して、まあ、例えばじゃあ5番さんが3番さん自身に投げかけた1周目、俺のフィーリングレーダーにはピンピン来なかった、それすなわち白く見えたっていうのは、そっちのフィーリングは許せたんですかとかね、いろいろあるんですけど、3番さんは釣るかなと思ってます。他は特に
まあ、8番さんは質問に返答してほしかったぐらいですけど、まあ、3番かなと思ってるんで、まあ、特にないっすかね。はい、まあ以上かな。1番釣ります。3番のプレイヤーは発言してください。はい、なんか2番は8番に明確な要素を挙げて、あなたは村あの狼っぽくないって言ってるので、あなたのフィーリングじゃないです。あなそのフィーリングの域をなんとかなんて発言してないですよ。あなたは2番は8番に対して要素を拾った上で、あの狼っぽくないって精査を落としてるので、絶対にフィーリングじゃないです。でその段階おかしいよって言ってる。8番って何も精査してないのにそれは変だよって言ってるので、あの5番のとは訳が違います。あなたのは要素を拾ってます。確実になんかめちゃくちゃごまかしてきてますね。まあ今日は1番さん釣ります。そもそもあれですよね、そもそもスムラの役職語りっていうのは初日で確定させろってあれなので、まあ1番さんは確定人外です。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。うん、よかったね3番さん。ってなってくると俺目線8番になってくるんだけど、1番釣って終わんないとき、もしくは2番さんに なってるかな。まあ団体精査してってください。5番さんに言っておくけど、占い行くのやめたのね、5番さんが嫌だって言ったから俺はやめたんだけど、5番さんは村だと思ってたからね。審議つけていいんだったら7って言ってましたけど、6番が共鳴までしかないなと思ってたから、まあ1行って5番のプレイヤーは発言してください。ああ、それは失礼しましたね。まあ俺は8やと思うけどね、俺が7ない方って切るもん。それに2番は釣らなければ8、3って釣って、1、8、3って釣ったら、まあ負けることないと思いますね。まあ、勝負は非常なんで言わせてもらっちゃいますけど、まあ9番とかが体現してるよね、体現してるように、ぶっちゃけ6番の沸点低いところ新芽取っちゃってる2番ってもうほぼ村だと思ってます。だから1、8、3って言ったら絶対勝てると思う。投票を始めてください。1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。あ、俺ガチで村なんですけど、俺あんなガチで村なんですよね。マジで村人で、俺スムラです。マジでスムラ。俺がやりたかったことっていうのはまあ説明したまでですけど、まあ俺に名は使われるのはしゃあないです。俺が狂人で釣られるのは分かってます、それはね。でも俺スムラなんで、はい。でここから4番さんと9番さんの残った人に言うんですけど、3番釣っても終わらないです。3番ってマックス強です。はい。なんでかって言ったら7番3番狼で3番が6番に入れちゃうと、それで7番が6番噛んだら絶対に1と3って名は使われるんですよ。2名はね、3名はあるんでね。7番黒結果落ちた時によう聞いてくださいよ。4番さん9番さんの残った、こういうやつがいるから騎士から行くの、村で騎士語ってるやつをぶっ潰さなきゃいけないの、嵐プレイしてんの。こうやって占いを釣るとかやって6番噛まれるいらないんだよ。こいつが釣られていって俺が残ってる方がいいんだよ。奈々がいないから噛まれるんだよ。ほんと自己中とゲームしたくねえんだよな。212番目は騎士から行くことなの、絶対に占い行かないの。レイさんができない奴らがたくさんいる中でこんなプレイしてる奴がいるんだから、212は騎士から行くの、何があっても。
2番が村の語りを封じないといけないの。基本ができないプレイヤーばっかりだよな、占いから行くとかよ。こうなっても俺が噛まれるでしょ。俺は5番の方が意味がねえだろ、こうなって俺が噛まれたら。5番視点で8番に取った要素っていうのが、俺とか2番とかが言ってる便乗要素だし、しかも1番、3番、8番って、それは2番白弾きしてるだけやから5番黒いっす。夜が来ました。目を閉じてください。212番目は村の騎士語りとかを封じるために制裁で入れなきゃいけないの。騎士から行くの。占いは残さないと意味がない の。7番がいれば芯取ってると思って俺は噛まれなかったかもしれないんだよ、容易に。占い結果が落ちたかもしれないのに、1が余計なことをするんだよ。初日は釣られればいいんだよ、村人っていうのは。村人で生き残ろうと思って語り入れてること、だから語り禁止とかになるんだよ。こんなプレイを封じなきゃいけないんだよ。霊持って占いから行くなんてもう論外なんだよ、まず。霊持って占いじゃなくて、こんなプレイされても俺が噛まれたんだったらもう失格のレベルなんだよ。嵐なんだよ、この一番のプレイは。全員がもう騎士から行け。こんな一番のプレイを許さないためにやるんだよ。なんでこんな下手なやつだとゲームしなきゃいけないんだろう。騎士からいけない奴らのせいで、こういうのを許してんだよ。絶対にこういうのを認めないために、俺が持ってれば100%、騎士から行く。芯が噛まれたら意味がないんだよ。2番のプレイヤーは発言してください。ちゃんとゲームしてほしいわ。視点は5番が狼じゃなければ勝ちですね。5番が2番に入れる気がないということを明言したので、5番が村だったらもう勝ち確定。だからあとは5番の狼があるかないかだけ考えてましたが、何にも黒要素がないです。ってか、白要素も僕実は拾ってないので、これ4番に5番の村要素。で、フィーリングならフィーリングでいいです。で、決め打てって言うならもう決め打てって言い切ってもらってもいい。そしたら僕はもう考えのやめます。え、マジで？マジっすか？マジ？聞こえますよね？ああ、よかった。4番さんだけだと思います。はい。で、はい。っていうことなので、これ4番さんにめちゃめちゃ聞こえててほしいんだけど、今の。はい。まあ、あと3番さんは、まあ、そうね。じゃあ6番、7番でなんで7番に入れなかったかっていうのを時間割いてください。じゃあ仮に僕が8番に行ったことっていうのは、まあ、明確に行ったという前提で良いです。じゃあ。それでいいので、6番、7番で、ここでなぜ6番の方に入れたのかっていう説明を3番さんはください。で、8番さんは繰り返しになりますけど、6番が進行をねじ曲げたことは悪いことだっただって言ったじゃないですか。その頭があって、で、7番の方でもちょっと偽臭いんだよなって言った最後に、もう一度、でも進行をねじ曲げるのは良くないと言ったのであれば、俺は8番さん、6、7結構悩んでたと思うんですけど、なぜ7番に投票入れたかを8番さんの思考を教えてください。で、4番さん聞こえますか？これ繰り返すんですけど、地目線は5番さんが2番に票を入れないと言ってるから、5番の狼がキャンセルできたら勝ち確定ですが、僕目線で5番の黒要素はないですが、白要素も拾えてないので、4番さんが拾ってるもの、あるいは5を村確定で OK というなら言ってください。以上。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、俺2番行くんだけど、そもそも俺は初週出てきた方がいいよっていうのを発言述べてて、6番が3番に占い師2周目でも大丈夫かよって懸念してるくせに、6番が占い師でなぜ出てこない、3番に大丈夫かって懸念があるのに6番新占い師が出ないって意味わかんないでしょ。だから6番の方が印象悪いっていう発言を初週段階残した上で俺は6番に投票してるんで、なんか2番はもうあれ、俺2番で終わると思ってるからさ、普通に。だってさ、俺もう言ってるから、そもそも6、俺がもう 初日段階でも6番になぜ投票するのかもう述べてるし、あの段階で、6番が1番9番に行くって言ったら、6番狼が1級の新規を見えてるような内容に聞こえるでしょ。で、7番は6番行ってくれって主張だから、7番狼だった場合って1級にかけたい思考のがあるでしょ。だから6のがローメ高いかなと思って6に入れてるから、2行きます。4番のプレイヤーは発言してください。そこをちょっと8人持っていかないかな。8番さん言っといた方が多分ね、2とか3言って終わんなかった時って8になっちゃうと思うんだよね。だから8番行こうよ。
その後にしてよ、その後。その後でいいよ。8番行ってください。じゃないと、終わんなかった時が、多分、負けそうな気がするから、もう一回、視点更新入れてほしい。OK。一回8番さん行っとこうか。ね。3番の6投票、分かったよ。分かったから。5番のプレイヤーは発言してください。なんか2番に一発書きされたんで、やっぱ気変わりました、2番さん、僕。本戦8なんですけど、3の方がないと、2と3の評価が逆転し、まあ、8は本戦で終わると思ってます。終わんなかった場合の2、3は今2に傾いてますね。まあ、やっぱ7切ると思うわ、あの議論してたら。それと、まあ、なんか、潔さが初週ほどなくなってきたなって2番の中から思ったので、なんか3っていう視点も若干違かったしね、昨日時点で。まあ、今日8いきます。8番のプレイヤーは発言してください。白崎って4番さんだけなんで、自分釣った後3択当てれるんですかね。終わんなかったら3択頑張ってください。まあ、2番さんに一応、まあ終わらないんですけどね、8来たら。回答すると、もう言ってるんですけどね、6番さんはそもそも6番さんって新棋士を釣りに来て、その流れ最初に止めたの自分ですからね。9番から行くとか言ってて。で、6番さんのあの発言は、9番さんの新棋士と、2番さんと3番さんもなんか結構叩いてましたよね。その3票の票をもらう発言してるんで、狼っぽくない要素があるって言ったじゃないですか。で、7番さんはその確定役職4番さんのその進行を6番さんがね、あれだけ引っかき回してるのに発言が弱すぎたんで、偽要素も上げてる。その上で7番さんに投票してるんですよ。で、結果黒でしょ。2-2番面で、黒が相方に投票ってかなり弱いムーブなんで、だから3番さんっていう読みもね、全部言ってるのに、なんか答えてもらってないとか、2番さん言ってるんで、かなり怪しいなっていうところもあるし、3番さんがね、そうですね、3、8追われてる中で、8ではなく2番さんに行くっていうのは、まあ、8を釣った後自分が釣られる牽制で言ってる可能性もあるし、5番さんに至っては、なんか8で終わると思うとかいう理由が一切ないんで、もうかなり怪しい要素満載ですけど、まあ、4番さんがね、8行こうって、2、3釣った後8で負けそうな気がするって、もう8をなんか、8で負ける未来を言ってて何言ってんだと思ってますよね。投票を始めてください。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。強人とか言ってますけど、リア強がいるってことを言いたいんですか？それ 2-2 番面で4人死んでるんですよ。そのだから2人外が確定で死んでるのに3強人なんてありえない。ダメだ、もうこの人もう、まあ、リア強がいるんなら1番が村でしょ。今んとこっていうか強人じゃないでしょ。だからあなた釣られんだよ、こんな発言してるから。最初にその新占い釣りを止めたのに、もう一のやってるプレイが嵐プレイってわかる？頭のいいヒロちゃんクラスだと1村3強わかるけど、この8番で釣られても1村3強がわからないんだよ。普通の人はわからないから、13だったら13釣って67を置いといて占わせるっていう方向を取るんだよ。普通に3釣りから行くんだよ、まともな村は。こんな発言しかできてねえから、8番ってのはもうリア強いるのかっていう、もうわけわかんない発言してるでしょ。
これが普通のレベルで1番やってるのって嵐プレイなんだよ。だから騎士から行くんだよ。何があっても。村が騎士を語ってることがあるんだよ。だからそこを潰さなきゃいけないんだよ。プレイヤーとして。占いから言ってることってもう恥ずかしいんだよ。騎士から行かなければならないんだよ。生き残るために村を破滅に導くこういう一番みたいなやつがいるんだよ。普通にやってれば勝ったゲームなのに。昨夜死んだのは4番。5番のプレイヤーは発言してください。これは負けたかもしれないな。一番のケアができてなかったってことこれ。まあこの後に及んで、あの2番に行動に、まあ、3番いきます。3強陣、まあ、2ローだったら、まあ、あがきようがないので諦めます。2番のプレイヤーは発言してください。5番さんのリアクションから察するにワンチャン勝ちはあるかなと思いました。3番に入れてみましょう。3番のプレイヤーは発言してください。はい、強靭です。というわけでちょっと8番の方が村っぽかったんで8割変えました。もう自投票してるやつがまず論外なんだよ。1とか8は論外なんだよ。8は自投票。なんで自投票がまずできんのこの場面。1番の村ケアも考えず。な、人狼ブレってこのレベルなの。ユロちゃんクラスとかだと余裕でわかんの。発言で7を釣ってる人だから、強人とかよりは村でやってるのに、それにもかかわらずこう投票してるでしょ。だから、騎士から行かないといけないんだよ。こういうことができないから、スムラの語りが禁止になってんの。いや、ひどすぎてよ、もう。普通にやったら勝ったゲームだろ、これ。ほら。人狼の勝ちです。